皆さんこんにちは、鮮魚品 .com 田村です。本日はカリスマウグイス嬢幸吉さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、ちょっとご無沙汰ですけれども、はい、まあ、参議院選も控えというふうなタイミングもありまして、はい、またあのウグイス嬢であるとかですね、そこのノウハウや視点というのを聞きたいと思うんですけども、今日はですね、選挙カーのルート、巡回ルートというふうなものについて、教えていただきたいというふうに思っています。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということで、まあ、あの選挙カーのルートなんですけれども、うん、これはもう選挙が始まったら選挙カー使えるっていうことですから、はい、もうそのままあのもう人がいるところ人がいるところにこう車を回していって、まあ、挨拶していくっていうふうな形でやっていけばいいのかなと思うんですけども、ところがですね、はい、皆さんあのきっちりと地区割りをして、あらかじめ、うんうんうん、ご自分の選挙区の地区をきっちり割って、うんうん、ルートを決めて、あの計画性を持って回っておられるんですよ。なるほど。じゃあもういきなり闇雲に始めないで、はい、まあ、事前にこういうルート回るんだって、うん、計画しておいてからやらなければいけないということなんですかね。そうですね。そうでないと、例えば人が多いところにその日あの気分で行っちゃうみたいな運行をしていると、うんうんうん、非常にロスが出るんですよね。ダメなんですかね。はい、あのイベントなんかに集まってらっしゃる方っていうのは、例えばその地元の有権者とは限らないわけなんですよね。なるほどなるほど、はい、きっちりその地区の有権者を狙って会いに行かなきゃいけないのに、うんうんうん、地区割りをしてなくて行き当たりばったりで行ってしまうと、うんうん、あのその行った先の方が有権者でない場合が多いですよね。なるほどですね、うん、じゃあ人がいてもその人が投票してくれるかどうかわからないし、はい、まあ、こう見た目だけでこう右往左往してしまって、うん、必ずしもこういいことが起こるかということではないということなんですかね。人にたくさん会ってる気がするだけで有権者には会えてないってことも多いですよね。それは結構気づきにくいというか、うん、有権者って書いてあるわけじゃないですから。そうですよね。なるほどですね。じゃあなるほど、あらかじめルートを決めて、はいはい、そこに住んでる人とか、うん、そういった人数とかその辺をもうざっくりでもいいから把握しておいて、 そうですね、それでこう、まあ、選挙の期間に回っていくということなんですね、うん、そうですね。よくあの、うん、お願いしますって申し上げた時に、いやいやいや私あのこの辺の地域のものではないんでみたいな答えをいただくことがあるんですけど、はい、そういう確率が増えちゃうってことですよね、うんうんうん、ルート決めをちゃんとしていないと、うんうんうん、選挙においての目的という部分で、うん、まあ、純粋に言えば票を取ることということで、やっぱ有権者にやっぱ働きかけるというのは重要ですからね。そうですね。そこはあのそうじゃない方に対してこう働きかけてしまうとしたらあまり、まあ、効果がないということはあれですけどもね。そうですね、はい、あの大切なのは皆さん大切なんですけれども、うんうん、効果的に少ないということですね。なるほど、はい、分かりました。あとはこのルートの考え方という部分では、はい、なんか実際にじゃあこう計画して回れということですけども、うん、じゃあ今日はこのエリア適当に回ろうっていうわけでもないってことですかね。そうですね。あらかじめ前輪なんかの大きな地図で、あ、前輪 の住宅地図とかですね。そうですね、はい、あの下調べをしておいて、うんうん、A ブロック、B ブロック、C ブロックのように地区割りをきっちりと決めて、じゃあその選挙区全体をこう地区割りで決めてっていうことですかね。1日で全部回れるわけではないので、そうですよね、はい、うんうん、ご自分にとっての重点地区で必ず1回は一等地区などなるほど、あの重点地区とそういう地区を分けてですね、地元とそうでない地域とですよね、うんうん、重点地区っていうのはどういう地区のことを言うんですか。で候補者の地元であったり、なるほど、行かれていた学校の校区だったり、うんうんうん、何かその会社があればその近くだったり、ゆかりのあるところですよね、うんうん、なるほどなるほど、またあのご親戚なんかが多い地区だったりっていう、まあご縁のある地域ですね。ご縁のある地域ですね、はい、じゃあそこを重点として、はい、まあ、その地区割りとかを決めて回るということですけど、実際にこのルートの決め方というか回り方自体も何かあるんですかね、はい、そういったコツというか。そうですね、あの住宅街なんかだとこう1列2列3列やですね、道がこう、ね、はい、うん、そうするとそれ一本一本潰していると非常に時間もかかりますし、こう一本一本こう S を書くようにこうぐーっと回りながら、そうですね、っていうことだと時間かかっちゃう。時間かかる。この字を書くように一本飛ばしぐらいで、うん、こうこうこうこの字を書くように一本飛ばして回るぐらいがちょうどおととび的には全体網羅できているので、やっぱ選挙はやっぱ飛び立って言われるので、もう道全部回らなきゃいけないんじゃないかとか思うんですけども、あえてこう今の話ですと道を一本飛ばして一個飛ばしてこう練りこう車で走っていくってことですよね、はい、なんかそこのメリットってあるんですか。メリット、あの音飛びってあるんですね、選挙カーから
ことの範囲ってあるんですけど、はい、1本ずつ行っちゃうと同じお家に3回4回音が届くことになるんですね。なるほど、それはちょっとしつこいというか、そうですね、確かに裏口から聞こえてきたら今度玄関口から聞こえてくるみたいなことになっちゃうんですね。それをこの字にちょっと1本飛ばしぐらいで行っていただくと時間的な効率もいいですし、例えばそのお昼の住宅街で皆さんお仕事行っちゃってっていう時間にそう細かく回る必要性もないので、うん、なるほど、じゃあやっぱバランスもいいっていう感じなんですかね。そうですね、なるほど、いろいろですね、はい、じゃあこうやって事前にルート決めるっていう部分もありますけれども、ルートを決めるっていう部分ではなんかこう地図にこう書き込んだりとかそういう風な感じでやってるんですかね。そうですね、アナログでそういう地図をコピーされて、うん、こういう風に回ってくださいっていうところもありますけれども、うんうんうん、最近はナビゲーションが発達しているので、カーナビですね、はいはい、カーナビに登録をして、うんうん、今日はこのルートでっていう風にされる人員も増えました。なるほど、じゃあ前日に下見、うん、前日というか前の日に下見みたいな形で、はい、そのルートをこう通ってみて、はい、それでその場所をこう、うん、ナビゲーションに記憶させるというか、うん、そういうことをやってるってことなんですかね。そうですね、非常にそれを拝見していて効率がいいなと思いましたね。なるほど、うん、まあいいですよね、はい、なるほどですね、それだとなかなかミスも少ないですし、うん、はい、あと1回回ったもうカーナビなんか今ほとんどの車についてますもんね。そうですね、うん、だいたい運転手さんが地図を見ながらっていうのはちょっと難しいんですね。あ、はい、よっぽど地元の方であれば道がわかるんですけど、うんうん、隣の候補がナビをするか候補が乗ってらっしゃらない場合は地元のどなたかと慣れて代わりにナビをしていただくことがあるんですけれども、うんうん、必ずしもそのナビゲーターの方が道を把握してらっしゃるかっていうとそうではないので、うんうん、やっぱりナビに入っていると運転手さんが一人でその通り行けばいいので、うんうん、人員的にもロスが少ないですよね。なるほどですね、わ、うん、かりました、はい、まあ、このルートの決め方というのを一つとってもですね、やっぱ準備重要っていうことだと思いますけども、うん、なるほどですね、こうやっぱやみくもになんかこう始まったら行っちゃってもいいのかなとかっていうのは逆にロスだと、はい、まあ、そういうところもやっぱり丁寧に拾って、まあ、限られた時間だっていうのもあるんですかね。そうですね、わ、うん、かりました、本日はなさっていただきたいと思いますね、うん、はい、わかりました、では本日は勉強になりました、ありがとうございます。ありがとうございました、以上になります、失礼します、はい。